当社の上場をしました目的、大きく3つあります。1つ目は、より多くの魅力的な人を採用して、より多くのコーチを会社の中に増やしていきたい。採用のことにたくさんのニーズをお客様からいただいておりますので、それに応えていくために、もっともっと多くのコーチを会社の中で開発し、お客様と一緒に伴走していけるコーチを持ちたいというのがあります。2つ目としましては、 IT のツールを開発するためにある程度の資金が必要だというふうに考えました。コーチングをするときにはですね、実は言葉だけをエクスチェンジしてコミュニケーションを交わすだけではなくて、 IT のツールを使って進めていきます。ですので、 IT のツールの開発に向けて上場した資金を生かせるだろうというふうに考えたのが2つ目です。3つ目としましては、我々グローバルに展開しておりますので、今後ますますですね、拠点の数を増やしたり、今は主に日本企業様のご支援をしてますけれども、将来的には例えばアメリカでアメリカ企業に対して我々の組織開発のビジネスを展開していきたいと思っていまして、そのためにある程度の資金が必要だろうと、こんなふうに考えました。以上3つが我々が上場いたしました大きい目的となります。コーチユーはコーチ養成機関です。この会社を我々の傘下に持ってビジネスを展開しています。もともとですね、1997年に我々がこの事業を開始した時に、この会社と提携することによって、アメリカで展開されておりましたコーチングのノウハウを日本に持ってきて、日本で初めてのコーチングの専門会社として立ち上げたわけなんですけど、このコーチユーを我々の方で M&A しまして、今はコーチへの参加としてこのコーチユーがあります。8月10日にすでに発表しておりますように、株主の皆様の日頃のご支援に対して感謝の気持ちをお伝えしたいと同時に、弊社株式の中長期的な投資の魅力を高めたい、そういう思いを持ちまして、この制度を導入することを決定いたしました。株主優待の内容は、株式1単元100株以上を保有する株主様にクオカード3000分を贈呈するものです。これからも当社は企業価値の向上に邁進していきたいと思っております。皆様のご支援、どうぞよろしくお願いいたします。